2024年、3月26日広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。広島市議会に、2月定例会、本日ですね、2024年度予算案をね、可決ね、してね、理解をいたしました。まあ、このうちね、アストラムラインをね、巡るね、議案等についてはね、反対討論もね、本会議でもね、相次ぎましたしね、委員会の方でも相次ぎます。まあ、輸送人員がね、それから、中央図書館のね、移転の問題についてもかなりね、反対や疑問がね、出ているという状況です。しかしね、結果として可決はされてしまいました。まあ、反対討論相次いでおります。まあ、輸送人員がね、アストラムラインですけどもね、当初の見込みより減ってるっていうことですよね。そしてね、せっかく延伸してもね、自転車置け場やね、車によるね、送迎コーナーがないと利用しにくいと、いう声が出てるんですけどね、という声がね、出てるんですよ、本当にね。それはそうですよね。みんながみんなアストラムの駅前に住んでるわけじゃありませんからね。団地のまた山の上の方に住んでる人とかね、いらっしゃいます。まあ、自転車で来る人もいるじゃん。言えばね、ご家族に車で送ってもらう人もいるでしょう。いや、そういうね、ものがないとね、もう非常に利用しにくい。それはね、市の案には考慮されてないんですよ。だから自転車置き場とか、車で、ね、送迎コーナーを整備するね、予算が、考慮されてない。さらに現実問題ですよ。まあ、西風新都方面、あるいはね、さつき川方面からね、都心部にはね、バスの方がね、もうね、乗り換えもなくね、便利というね、現実もあるんですよ。だから地上ではね、アストラムがね、2時間、2分ね、所要時間ね、短いけど、そうなればね、でも乗り換えなしの方が良いに決まってますよ。ね、乗り換えなしのね、バスの方がね、いいに決まってんの。決まってるわけでね。2分ぐらい短いぐらいだったらさ、ね、乗り換えなしの方が、ね、楽に決まってんじゃねえかって話ですよね。だそうした議論がね、まあ、本会議でもね、日本共産党の中村議員がね、無所属ね、まあ、保守系ですけど、ね、門田議員からも出されています。まあ、結果としてね、賛成多数で、ね、可決となりましたけどね、上記のね、反対討論はね、きちんとね、主張もね、受け止めるべきですよ。うん。広島市内でもね、高齢社会化の中で公共交通の交付、これはもう大事です。国やね、県の支援も必要です。だからバスなんかではね、そういう方向はね、出てます。ね、出してますね。バスではね、本当ね、市もね、乗り出して、対策に乗り出して、乗り出していきます。ね、もうね、他方でね、その方、他方でね、その方法ですね、公共交通の充実の方法、あるいはね、利用しやすいね、公共交通のあり方、これをね、きちんと議論しないままね、そしてね、また、やっぱり国や県もね、十分に公共交通をね、ちゃんとやろうというのことがね、やっぱり腰が座っていない。まあ、そういう中でね、やっぱり自治体は国と違ってね、お金をすることができませんから、大変なことになります。広島都市圏全体のね、交通のあり方、ひいてはね、広島県内全域の、ね地域づくりのあり方はきちんとね、市民的、県民的にね、もっと議論すべきではないでしょうかね。うん。場合によってはね、住民投票も活用すべきじゃないのかということで、そのように感じました。で、輸送人員のね、減少もね、見込まれますけど、これも当たり前でね、サッカースタジアムがね、浅南区からね、中区に移ったんだから、それはね、減りますよ。ね。で、サッカースタジアムはね、いろいろな議論はありましたけどね、もう現在地に移転してしまった。その以上はね、もう、ほんとね、アストラムラインのね、利用者がね、減るということね、一つは。で、一方でね、広島駅からね、歩いて行けるサッカースタジアムということで、ね、サンフレッチ広島のね、対戦相手のチームの、ね、サポーターも多くね、広島経由で来られるんですよ。うん、ね。もうね、だからアストラムラインの見直しはね、まず市に迫られることになるしね。一方で広島駅周辺のね、混雑は激化すると。ね。そうなると県がね、広島駅北口にね、計画してるね、新巨大病院にもね、見直しということになりますよ。だから結局ね、サッカースタジアムがね、移転した後の状態を前提にね、アストラムラインの延伸の是非、それからね、県病院とかを廃止してね、ここにね、聞き方やね、統合しちゃうということの是非、これらやっぱりちゃんとね、再論議する必要があるんじゃないでしょうか。ね。繰り返しますけどね、サッカースタジアムの移転で状況が変わったんです。人の流れも変わってしまった。
前と同じことをしていたらね、あちこちでほころびが出ます。ね、病院の、県がやろうとしている病院の問題を、ね、市のやってる、ね、アストラムの延伸の問題を、そういうことも含めてね、市民投票ね、アストラムについては市民投票、そしてね、病院について県民投票も視野に入れた議論っていうのは必要です。まあ、投票するのが目的というのはね、みんなで議論をしてね、問題点をちゃんとね、詰めていくということがね、大事なんじゃないかなと思います。またね、中央図書館のね、移転費用もね、青天井です。131億円。これにね、浅野文庫のね、旧市長公社へのね、移転費37億円もね、あります。ついにね、現在地ね、建て替えのね、120億円もね、上回ってしまいました。これでもね、本日のね、議会最終日でね、賛成多数でね、2024年度予算をね、可決されてしまったんですね。こういったこと、これもね、結局ね、でもね、まあさっき言ったようにね、これでもね、しかしもう一度議論して、場合によってはね、これ住民投票にかけていくってことも大事なんじゃないでしょうか。当初計画はもう35億円も増えちゃってるんですよね。うん。どんどんね、地方都市間の移転費が増えてね、120億ね、現在地の建て替えの120億は余る。その131億の他にもね、まあ、例えば浅野文庫のね、建て替えというかね、そういう問題もね、出てきています。まあ、広島瀬戸内新聞と佐藤修一。あなたの手にね、広島を取り戻し、広島とあなたを守る庶民革命、呼びかけています。どうか皆さんね、ご一緒にね、広島の政治をね、しっかり取り戻し、そしてね、本当にね、いい方向でね、やっぱり整合性の取れるような、やっぱり街づくり、ね、これをね、やっていかにはいかんというふうに思う次第でございます。最後までね、ご協力ご清聴誠にありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。